はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、所得税の4回目ですね、居住用財産の買い替え特例について解説いたします。で、まず、この買い替え特例、どんな特例なのかというのを具体例を出しながら解説していきます。もしあなたが1000万円でマイホームを買いました。1000万円で買いました。その後、そのマイホームがすごく、高くなって、まあ、値段が上がって5000万円で売却しました。そうすると、この時点で1000万円で買ったものを5000万円で売ったわけだから、譲渡取得は4000万円ですよね。通常であれば、この4000万円に対して税率をかけて、まあ、所得税額を計算をすると。まあ、いった流れになると思います。まあ、もちろん3000万円の特別控除を使えば、ここから3000万円引いて1000万円に対して税率をかけてくるという話なんですけども、今回はその3000万円特別控除を使わずに、7000万円で新しいマイホームを購入した。つまり住むための建物を1000万円で買って、それを5000万円で売った。売ったのであれば、その後またマイホームを買う可能性ってありますよね。まあ賃貸の場合もあるけども、まあ今回みたいに7000万円でこう買うっていう場合もあるんですよね。で、そうした場合どうなるかというと、これ購入によってこれ4000万円儲けたけれども、その後購入によって7000万円を支払うわけだから、結果的にはこれマイナス3000万円なんですよね。となってきたら、この譲渡所得に対して税率かけて税額、所得税払うってなってくると、これ大変じゃないですか。なので、この時点でマイナスになったというのであれば、これ課税しませんよっていうのが買い替え特例なんです。だから、ま、今回これ7000万円で購入してますけれども、これ4000万円で購入でも大丈夫です。4000万円であったとしても、結局、4000万円の利益があって4000万円で買ったわけだから、ここ0円になりますよね。プラマイゼロじゃないですか。っていうことは課税されませんよ。っていう話です。まあ、これが買い替え特例なんですね。で、もっと細かいことを言うと、この後また売却するわけじゃないですか。で、この売却した時の、この譲渡益っていうもの、実は、まあ、譲渡所得ですね。譲渡所得っていうのは、ここの譲渡所得と足すんです。足して、それがその時の譲渡所得と考えて、税金を納めなきゃいけないっていう話なんですね。なので、これ課税されないのは、まあその時だけであって、実を言うとこれっていうのは後々また課税されますよっていう話なんです。一時的に課税されないのであって、それを売却した時に課税されますよっていうのが買い替え特例なんですね。まあもちろんその時に買い替え特例がまだあるのであれば、また買い替えをして、合算した譲渡取得よりも高い建物を買うと、マイホームを買うっていうのであれば、また0円なんですね。所得税0になるんですけども、とりあえず、この譲渡取得4000万円っていうのは、一旦は課税されないのであって、後々課税されますよっていう話です。まあ、ここまでは宅建レベルでは出てこないと思います。まあ、とりあえずはこれ課税されないんだと。ここがマイナスになるというのであれば、これ課税されませんよって話です。つまり、譲渡取得よりも高いマイホームを購入したというのであれば、課税されませんよっていうところを覚えておけばとりあえず大丈夫です。で、要件ですね。この買い替え特例の適用要件、これが一番大事です。で、1、2、3、4、5、6って書きました。で、1、2、3については基本的には前回解説した3000万円の特別控除と同じなので、ここちょっと、簡単に解説していくだけにしますね。重要なのは4、5、6なんですよ。なので、まあ、とりあえず、1、2、3は簡単に説明していきます。まず、一つ目の要件としては、現在住んでいるマイホーム、まあ、居住用財産ですね。これを売却した。これが要件ですね。また、現に住んでいなかったとしても、住まなくなった日から3年を経過した年の12月31日までに売却すれば、これは要件満たしますよって話ですね。なので、2022年に、住まなくなった、2022年の、いつか、1月かもしれない、2月かもしれない、いつでもいいんですけども、2022年中に住まなくなったっていうのであれば、2023、2024、2025年の12月31日までに売却すれば、一番の要件は OK と満たすということです。で、2番目が売却先、つまり、買い主ですね。買い主。ここです。売却したこの先。買い主が配偶者だったり、親だったり、子の場合は、この買い替え特例使えませんよ。それ以外の人に売ってくださいよって話ですね。
で、売った年、その前年、その前々年に、マイホームの譲渡損失及び繰越控除の特例を受けていないこと、また3000万円の特別控除、これ受けていないことが要件です。つまり、この買い替え特例とかと、譲渡損失繰越控除の特例、これ併用できませんよ。一緒に使うことできませんよ。また、買い替え特例と3000万円の特別控除も併用できませんよ。一緒に使うことはできませんよ。まあ、どちらか選んでくださいよっていう話ですね。で、4番目。ここからが買い替え特例の特徴になってきます。まず、居住期間が10年以上であること。つまり、実際に住んだ期間が10年以上。これが要件です。で、かつ、売った年の1月1日時点での所有期間。これが10年を超えなければなりません。この2つですね。ちょっと、ちゃんと頭に入れていただきたいと思います。居住期間は住んだ期間。住んだ期間が10年以上。かつ、売った年の1月1日時点での所有期間が10年を超えてくださいね。これどっちも満たさないといけませんよ。つまり、実際に所有していた期間っていうのが10年超えていたとしても、実際に住んだ期間が10年以上じゃなかったといった場合は、これ使えませんよっていう話です。まあ、これそのままも覚えちゃってください。どうやってこの居住期間証明するのとか、まあ、そこまでは全然考えなくても大丈夫です。で、5番目。売却代金は1億円以下。この売却代金はここですね。先ほどの具体例で言ったら、この部分に当たります。これが1億円以下。まあ、今回5000万円だから、これ OK って話ですね。で、買い替え資産。これ買い替え資産って言ったら、この上の事例で言ったら、ここですね。7000万円で購入って書いてあるんですけども、ここで買ったマイホームの家屋、建物部分が50平米以上。厳密に言えば、居住用部分が50平米以上ないとダメですよ。また、敷地っていうのは500平米以下じゃないとダメですよ。っていう話です。これらすべてを満たすことによって買い替え特例適用できますので、しっかり頭に入れておきましょう。特に特徴的なのは4、5、6なので、この部分をしっかり頭に入れていただければと思います。まあ、一回動画見ただけではこれ頭に入らないと思いますんで、何回か動画見ていただいて、復習して頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。